強敵だったけど、これでも魔法魔王少女としてソフィアは揺るぎなく。ほら、そこに使えそうなの落ちてた。そんなことがあったのだね。ソフィアは知ってる？かつてユータが心を奪われていた女。確かにそれっぽい人はいたよ。本人は絶対認めなかったけど。七宮のところだったのか。いいこと？恋人契約を結ぶということは、その気持ちを受け入れると力がなくなっていくんだよ。これまでのようにはいられなくなる。だから私は変わらないを選んだ。